私の専門は教育工学です。教育工学っていうのは人が学ぶことをどのように支援するのかを考える学問分野です。支援の方法はいろいろとあって、例えば、より良い教え方を考えたり、学ぶためのツールとか環境を開発したりします。私は今その中でも特に、大学教育をフィールドとしています。今ICT を使って面白い取り組みをされている教大の先生のインタビューなんかを実施して、ポータルサイトを作って情報発信してるんですが、今その大学教育を取り巻く環境っていうのはすごく変化してるんですね。でまず ICT すなわち情報通信技術が発達したので、教育に利用できるツールが増えました。それから大学に行くことができる人が増えて、学生の多様化がより一層進んでいます。京都大学みたいな研究大学っていうのは、研究者を多く輩出してるんですね。で大学の研究者っていうのは、すなわち大学の先生になるっていうことなんですけれども、そのことはこれまであんまり意識的に考えられてきませんでした。でもその人に教えるって、誰もが簡単にできるわけじゃないですよね。しかも、どこの大学の先生になるかっていうのはわからないわけです。自分が面白いと思って研究者になったその先生たちが、次世代の学生にも面白いと思ってもらうためにはどんな授業をしたらいいのか、その支援につながる研究をしたいと思っています。